仙台初売り。仙台初売りは、年初に行われる旧仙台半領内の伝統行事である。江戸時代からの召集官として国から認められ、特例として、他地域より豪華な景品をつけることが可能にな、いる。特例が適用される期間は3日以内で、正月、新暦、または旧正月、旧暦に行うことができる。全国的には、 新年最初の営業日における販売を初売りとするが、仙台では豪華景品や特典をつけた商品を取り扱う年初の期間を初売り期間とし、その期間における消集間を仙台初売りという。豪華な景品や特典をつける販売方法は景品表示法に抵触し、不当連売にも当たる可能性がある。しかし、厚生取引委員会は、 旧仙台藩領内などで見られる初売りは伝統行事とみなし、特例として3日間以内で認めている。すなわち、厚生取引委員会に認められた仙台初売り開催地域は旧仙台藩領内に限られ、また、その地域内で仙台初売りの期間を4日間以上で案内している商店があったとしても、4日目以降は景品などについての特例は認められていない。現在、 仙台初売りは1月2日から3日間以内で開催されるのが一般的であるが、郊外の GMS では1月1日に通常営業を行い、1月2日から仙台初売りを行う店舗があったり、カーディーラーや住宅メーカーを中心に、正月休み明けの最初の営業日、1月4日などから数日間を仙台初売りとする店舗も見られる。また、 冬服のバーゲンセールが年々前倒しになってきたこともあり、近年はファッションビルを中心に1月2日に景品を多く、付けた商品や福袋を販売の中心とする仙台初売りとし、1月3日以降に値下げ商品を販売の中心とするバーゲンとする傾向も見られる。仙台初売りは仙台城下町からの伝統がある仙台市都心部の商店街で、 特に盛大に行われており、景品目当てに大晦日の夜から並ぶ者もいる。一番町のアーケード街などでは、開店前には進行組合が甘酒などを振る舞う様子が見られる。現在のイメージキャラクターは仙台四郎である。また、年末年始には仙台初売りの特集番組が宮城県のテレビのローカル局から数々放送されている。 近県からの誘客キャンペーンも実施され、福島県、福島駅、郡山駅、山形県、山形駅、岩手県、一関駅等の JR 東日本の駅には、仙台初売りナビゲーションブック、河北信奉者作成がおけ、配布される。仙台初売りは、旧仙台藩、旧一関藩含むの領域で認められていることになっているが、旧仙台藩領域に含まれる。 岩手県北上市の一部、釜石市の一部、及び福島県相馬郡新地町では、厚生取引委員会が仙台初売りを実施することを認めていない。仙台初売りを実施可能な旧仙台藩地域とは、以下の自治体に限られる。ただし現在では、岩手県内や宮城県北では特例を適用した、初売りは実施しておらず、仙台都市圏を中心とした行事となっている。 戦国時代、安土桃山時代の天正十二年、1584年、伊達昭衆が家督を相続する、伊達正宗に向けて書き記,記した、正月仕置きのことには、二日会初めにて町へ、白物五十四越四米園、雨起こし米外交とある。すなわち、米沢時代から、伊達家には、一月二日に、城下で、改初め、発害をする年中行事があり、大義語である、売り始め、 初売りも当時からなされていたと考えられてい。これが1月2日に、仙台初売りをする、昇州館の起源と考えられている。正宗は、天正19年、1591年に、岩出山城に移り、慶長8年、1603年に、仙台城に初入城するが、城下の御府大町等も正宗に従って、米沢から岩出山、そして仙台へと移った。 このため、米沢時代の商習慣も仙台に持ち込まれたと考えられる。火星文化期1804年から1824年に書かれた仙台年中行事には正月2日に値初値外、売りそめば、いかいとあり、また、早朝から閉まっている店を叩き起こし、買う。値段の高い、安いにかかわらず、買う人に景品を出すのが、習わしとある。 すなわち、伊達家の年中行事が、江戸時代を通じて庶民に浸透したのが1月2日の仙台初売りであり、景品をつける、昇州館も、この時期までに定着していたと考えられる。17世紀初頭より、仙台城下町の建設が始まり、南北道の欧州街道、北側、国分町、南側、南町と、東西道の大町が交差する場所の辻が、 城下の商業、交通の中心となるが、この大町の入りとなった、ただの小江門は、毎年12月25日から3日間、芭蕉の辻周辺の路上に仮設市の中店を開き、賃料を徴収することを、仙台藩から許可された。中店では、入りが、都市徳神、恩苗道のお札を売り、その他、正月飾りや年越しの道具が売られていたが、瀬戸物や、 子供用玩具など商品は多様化し、工業も行われるようになって、城下のみならず、近隣の村々からも大勢の人出があったという。大町をはじめとした城下商人は、藩の許可により流通を独占する特権を持った株仲間を形成していたが、江戸時代中期になると、その独占体制が揺らぎ、大町は衰退の危機に直面した。すると、天明期、 1781年から1789年の後には、中店の期間が12月30日、大晦日まで延長されるようになった。明治6年、1873年の改歴以降、新歴1月1日の初詣が盛んになった。また、中店は12月31日、大晦日まで延長され、1月2日は、初売り、売り始め買い染め、 初にという年中行事にな、いくが、旧暦でもこれらは行われたため年2回の開催となる。その後、中見線の開催場所は、新興商業地区の東、一番町や南町通りへと移り、年の市都年の市と呼ばれるようになった。明治20年代になると年の市では各種小屋がかり、工業や活動写真、軽技などの工業が行われて、仙台を代表する。 祭りの一つとして、発展、開催場所も、市街中心部全般に広がって、期間も1月2日まで延長された。これで、年の市という祭りが、初売りと共存することになり、軽物、景品が出される初売りの1月2日の午前3時には、次には店頭に、黒山の人だかりが生じ、午前4時頃の開店で、店はごった返すようになった。年の市は、 明治末期から大正初期に全盛期を迎えるが、1919年、大正8年3月2日に発生した南町大化により、中心的な会場となっていた南町通り周辺は焼き尽くされてしまう。市は復興に合わせて、区改正を実施し、さらに1926年、大正15年に仙台資源を開業させた。 路面電車の軌道敷設に合わせて拡幅された道路が縦横に走るようになった。昭和初期の市街地では、都市の市は4カ所、東一番町、東2.3番町、北一番町、南町通りで分散開催されるようになった。また、藤崎や三越仙台支店、現仙台三越といった百貨店の開業により、仮設市の都市の市は大型店のクリスマスセール。 最末セール、初売りと競合することになった。1937年、昭和十二年に、日中戦争が始まり、翌年国家総動員法が制定されると、統制経済化で、物資は、廃給になってしまい、年の位置は縮小していった。1940年、昭和十五年には、東一番町と元寺工事のみでの開催となり、1944年、 昭和19年には東一番町で10県だけとなった。1945年昭和20年7月10日の仙台空襲により焼け野原となった仙台市街地では終戦後の9月には仙台駅から宮城の橋 X 橋にかけて大規模な闇市が形成された。また同月アメリカ軍が宮城県に進駐を開始した。そのような中でも12月25日から 年の一が開催された。出店希望は500点に及び、年の一始まって、以来の大盛況となったものの、正月飾りなどを扱う店は十数店しかなく、ほとんどが食品や生活物資の店だった。他方、藤崎と三越は1946年、昭和21年の正月参賀日,日を休業とし、初売りは実施できなかった。1947年、 昭和22年になると、交通事故防止の理由から、年の一は、裏道の南光院、定1.5番町での開催、12月25日から1月2日となり、賑わいを失った。その一方、仙台商工会議所が、全市商店街に呼びかけて1948年、昭和23年12月6日から翌年1月6日まで開催した、歳末商工祭では、 クリスマス飾り付けコンクールや町内連合の福引き、特賞はミシンが実施され、話題を呼んだ。1949年、昭和24年にともに、全館営業再開となった藤崎と三越では、1950年、昭和25年1月2日の初売りにおいて何度も入場制限するほど活況を停止し、東一番町の商店街も見動きできないほどの、 人手で埋まった。同年末、年の市は新設された青葉通りでの開催となったが、かつてのような賑わいを取り戻すことはできなかった。このように、戦中及び戦後占領期を通じて、仙台の年末年始の商業の活況は、年の市からデパートや商店街のクリスマスセール、歳末セール初売りへと移る結果となった。なお、年の市は、仙台市では、 新暦、旧暦ともに昭和四十年代に消滅したが、旧仙台半北部にあたる岩手県南部から宮城県北部のいくつかの都市では、旧暦年末開催が消滅したものの、新暦年末に数日間開催される例がある。1五十一年、昭和二十六年の年末大売り出しから十二年間、商工会議所主催の全市共通くじ引き、1五十一年度の 特賞は30万円が実施された。終戦後のハイパーインフレーションほどではないとは、家インフレーションが続く中、戦後復興のため発行された宝くじと同様、一攫千金の夢を与える年末を売り出しに対し、初売りでは、景品の豪華さを競い合うようになった。特に空の茶箱は、衣類の保管箱として人気になり、茶屋同士の競争が熾烈となって、 布団や茶ダンスまで低品とするほど豪華になった。高度経済成長期、1954年12月から1973年11月に入って、全国的にも高額景品をつけたり1万円、つかみ取りなどの社交品を煽る販売方法が広まり、中小企業の経営を圧迫しかねないなどの問題が、自適たため1962年、昭和37年、 不当景品類及び不当表示防止法、景品表示法が成立し、景品規制が始まった。景品表示法への仙台での対応は、詳細不明だが、1963年、昭和38年と1964年、昭和39年の初売りは1月3日に変更となった。1960年代の仙台では、スーパーマーケットが急増し、 電動チェーン仙台駅前店のような大型店も開店した。また、藤崎、三越、丸三つの三つの百貨店が増殖競争を繰り広げ、東一番町に続いて中央通り、大町、新天間町、中家町もアーケード街となった。このような流通競争の中で、初売りは1965年、昭和40年には1月2日に戻されることになった。 1973年、昭和48年の年末から始まるオイルショックにより、日本の高度経済成長は終焉を迎え、1974年、昭和49年は不景気の中で狂乱物価に見舞われた。1975年、昭和50年から、初売りは再び1月3日に変更された。これは労働者福祉が理由とされるが、 東北新幹線の建設開始で十字や仙台店、大英仙台店、ジャスコ仙台店、現仙台ホーラスと、大型店が続々進出する状況への対抗という面もあったとされる。この時期までに仙台近郊の大型店やロードサイド店は1月1日や1月2日から初売りを開始するようになっていた。その影響からか中心部商店街の初売りに来る。 客が減ったことなどから、バブル崩壊後の1995年、平成7年、初売りが1月2日に戻された。ところが、約20年ぶりの2日実施には、戸惑いもあり、消費者と商業者ともに不評だった。そのため1996年、平成8年は1月3日として合意されたが、小売店側で対応が分かれ、2日と3日に開始日が分裂した。 1997年、平成9年から1999年、平成11年までの3年間は2日実施となったが、この間、大型店やロードサイド店では1月1日に初売りをすることが多くなった。このため、市民や商店街からなぜ元日に初売りをするのかとの厳しい声が聞かれるようになった。2000年、平成12年、 大規模小売店舗立地法、大棚立地法施行により、構成に出るイオングループが、翌年からも日び初売りを実施すると表明した。イオン側と仙台商工会議所のトップ会談により、も日び初売りは回避されたが、これを機に、地元では、検討会が立ち上げられ、仙台初売りの再定義やブランド化が行われた。すなわち、仙台初売りのイメージキャラクターに、仙台史郎を据え、 インターネットや新聞などで PR 活動を実施することになり2003年平成15年より元日通常営業2日仙台初売りが受け入れられたこれ以降仙台市内では元日初売りを行う大型店が激減した2008年平成20年の仙台市民を対象とする調査では元日通常営業に行ったものは全増傾向を見せ 約2割が利用している。一方、仙台初売りに行ったものは、約4割で、仙台市都心部15%、仙台市郊外25%、地元商店街7%の外数となっている。なお、支店経済都市かつ学生が多い仙台市は、帰省による人口流動が大きく、円高期には海外旅行も増えるため、年末年始に市民が減少する傾向がもともとある。 上、規制緩和により2000年代に始まった高速バスや、ツアーバスの定廉化で、首都圏の1月1日の初売りへの流出もある。インターネットの普及により、メガネ業界の初売りはありまし商品券や、家電量販店の福袋などが12月より、ネット予約ができるようになり、実際の受け取りは、年明け以降、ネット通販では1月1日午前0時から、 初売りが始まるようになってきており、現実空間での初売りの形と仮想空間の、それとの間で差異が生じてきている。仙台市都心部では、元日通常営業を標榜する、大型店、コンビニエンスストア、娯楽施設を除く、ほぼすべての店舗で、元日は休業する。このため、都心部の昼間人口が極端に減少する都市が多く、各種交通機関は、 特別ダイヤ体制をとる。例えば、仙台市営バスでは、初詣関連路線を除く、ほぼ全路線が、間引きダイヤとなっている。JR 東北本線では、仙台駅に5時台の早い時間帯に到着するような、臨時列車、海運仙台発売り後が運行される。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。